プロデューサーの皆様こんばんは、翔です。はい、ということで皆さんお待たせしました。ガチャ動画です。ということで、ジュエルの数見てもらえば分かるんですけど、えげつない数になっております。今回100例聞きたいと思います。まずなんでこんなに僕がこんなにね気合入ってるかって言ったら、なんか欲しい限定でも来てるのかではなく、まあ、ちょっとガチャのページ行きましょうね。シンデレラフェイス SS レア出現率2倍。はい、ついにこの日が来ました。もうずっと待ってました。前回のシンデレラフェスが、元旦あたりにあったんですが、やっと、4ヶ月ぶりと言った方がいいんでしょうかね。4ヶ月3ヶ月ぶりにシンデレラフェスが来ました。本当に長かったですね。シンデレラフェスが来るのが、前回僕シンデレラフェスやった時が、50例引いたのかな。で4枚 SSR 当ててるんで、まあ、すごい確率で引いてるんで、シンデレラフェスやばいっす、とりあえず、本当に。1.5% が 3% になるだけで、すごく当たります、本当に。ということで、このチャンスは滅多にないと思い、身を削る思いで課金してきました。今、僕の所持金は今、3000でございます。なのでね、明日いろいろ売ってくると思うんですけど、ちょっと売る、いろいろ売る動画は、ちょっとセカンドチャンネルの方、皆さんぜひ見てね、みんな。ということで、まあ、お話はさておいて、とりあえず欲しいアイドルとかも全部もう言わないです。物欲センサーとかあるんで、ね、なんで、早速、100連引いていきたいなと思います。あー、怖え、これ本当に怖え、マジで。いやー、一回ね、行きましょう。あ、ちなみにもう今日の60ガチャっていうのはもう引いておりますので、で、普通にノーマルでした。とりあえず、行きましょう、100連。でも白封筒から S レア3枚は結構多いっすよね、確かに。とりあえず飛ばしましょう、 S レアまで。お、ミクニャン。ただ限定の方じゃないミクニャンですね。限定じゃない方のミクニャンが出ました、ほんと。で、あと2枚 S レアがありますね。あ、ともかちゃん持ってるんだよな、ともかちゃん。さとみさん僕持ってないです。初めてです、今。で、荒木ひなちゃんも持ってる。ダメがめっちゃ使ってる。本当にめっちゃ使ってる。とりあえず最初の10連は爆死か。あと90連できますからね。はい、ニューはさとみさんだけです。本当に。まあ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 、スタートこんなもんっすよ、本当に。で、行きましょう。あ、で、戻りました。画面戻ってから引いた方がこれ絶対いい気がする。いきます、20連目いきましょう。早い早い、ちょっと待って、やばい早いって、嘘でしょ、やばいってこれやばいって、本格的にこれやばいって、本当に。もう飛ばそう。マジでちょっと待って、シンデレラフェスって2倍じゃないの、本当にこれやばいよ。あー、でもミクニャン来た、限定のミクニャン来たよ。あー、これ可愛いんだよな、この学生服のミクニャン、ほんとにいいわ。いや、よかった。ミクニャンとりあえず、限定のミクニャン当たったのよかった。これで俺のミクニャンはフルコンプですよ、ほんと。はい。S レアミクニャン2枚と、SS レアのミクニャンありますから、これでミクニャンをコンプしてます。とりあえず、まあ、いいでしょう。副産物としてはまあいいでしょう、ほんと。なんで、あと80連。で、SS レア当てたいっすね、ほんと。まあ、行きましょう。ちょっと物欲センサーがあるから悪いのかな。ちょっとまあ気持ち落ち着けて聞きましょう。はい。お、あ、やっと青封筒見た。なんか久々の青封筒な気がする。あげます。まあだよね、出ないよね、そんな簡単に。やばい、30連で出ないか、これ結構まずいな。確率が収束してる。舞ちゃん。舞ちゃん、何回かこのね、ガチャ動画で出てるよ、ほんと。お、夏吉！あー、欲しかった。夏吉のエースレアはね、持ってなかったんすよね。結構みんな持ってますけど、ほんと。
あーで、かおりちゃん持ってんだよな。この前あれなんですよね。この前なんだっけ、みほちゃんと、あーやばいやばいね、みほちゃんとYouTube、あーもううるさい、 YouTube が本当にこの前みほちゃんが来た時に、ね、はい、かなり引いた時にかおりちゃん引きました、本当に。ちょっとあまり結果がよろしくないかい。ちょっとどうしよう、これはね、どうなんだろう。ね、一回ちょっと乱数調整しましょう。乱数調整しましょう。乱数調整しよう。プロデューサー、これ乱数調整して、ね、はい、ルーム、あとルーム行ったらもうガチャ引こう。ルーム行って、で、ガチャガチャ、ガチャのページ行って、飛んで、ちょっとルーム長い。はい、ガチャ。はい、乱数調整終わったから、ちょっとリフレッシュしてきてるから。いや、40連目はさすがに出てほしいな、ほんとに。いきます。ちょっと待って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 、ロード来てないよ、ロードが来てない。ちょっと待って今回爆死動画か。嘘でしょ ?2 倍でしょ、本当に。やばいなぁ。これいつものガチャと同じぐらい出ない。まあ、いや、トモカちゃんめっちゃ出る。リーナ、持ってる。ミクニャー、ミクニャーめっちゃ出るなぁ、ほんと。限定じゃない方。よし、ミクニャーはもう、ミクニャーで。はい、申し訳ないです。皆さん、ちょっと動画が、ちょっとカメラがちょっと止まっちゃって一瞬。ただ、ガチャの結果で、ゲーム画面の方はちゃんと撮れてたので、ガチャのゲーム画面の結果だけは多分出てたと思うんですけど、40連とりあえず今引き終わった。で、50連目に行こうと思ってます。とりあえず、今のところ爆死中でございます。なんで、ね、このカメラとの、なんかいろいろなトラブルでちょっと休憩を置けたんでね、だいぶまあ、ガチャちょっと調子良くなったんじゃないかな。大丈夫かな。行きましょう。50連目。あーい嘘でしょ、何これ、ロードじゃなくて、何待ち、これ何待ち、え、これ何待ちなの、あ、フリーズしてる、え、これ、そのカメラと、ゲーム画面の方が止まっちゃったんですよ。で、さっきの、50連目の結果が僕も見れなかったんですけど、ボックス確認したら、まあ今この目の前に皆さん見る通り、前からミク SSR 当たってました。なんかその喜びの瞬間に立ち会えなかった残念さと、かぶったっていう残念さが両方かぶってて、なんかあんまり喜べない状況です。50連終わりました。ここからが、後半戦でございます。後半戦です。60連目、え ?70 連目もうわかんない。何連してるのかもわかんなくなってきちゃった。いきます。ああ。いきます。ダメだな。今の感じだってダメだな。白フート率高すぎねえか、ほんと。飛ばしますよ、ちょっと。ちょっとあかん。ちょっとあかん気がする。いやー、ニューあってもだよなー、これ。おそらく、次80連目なんですよね。おそらく。石が2500残るように課金したんで、次80連目なんで、残りあと30連したいなと思います。いきます。呪いかかってんのかな、俺にこれ。泣いていいっすか。つらい、正直つらい。ここまで全部爆死、とりあえず。本当にこれ出んのかな、マジで。いや、本当にマジで生活できない
ぐらい課金しちゃったんですよ、僕今回。で、もう久々のシンデレラフェス SSR2 倍だし、もう今回は景気よくやろうってことで、かなり本当にやばいぐらい課金して当たんないってなるとやばいです。まあごめんなさい、ちょっとしみりしちゃったら、まだ終わってないですね、すみません、まだ試合は終わってないです。諦めなければ、諦めたらそこで試合終了って言葉がありますけど、ちょっとあと30残り30連頑張っていきたいなと思います。いきます。あーでもなんだ、ロード来てないから多分 SSR 来たとしてもかぶりなんだろうな、おそらく。だって持ってるもん全部。 SSR すらもう S レアですらもう被ってるんですよ全部。もうなんかもっと一連一連ずつ対戦していきたいんだけど、本当にマジでマジで当たんね、本当に。あと20連、さすがにあの2500個残しとかないと、イベントも頑張んなきゃいけないんで、さすがにイベント残しておきたいなと思います。いきます。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、え、俺の端末だけこれ2倍起きてないんじゃないの、これ絶対間違いない。 1.5% で俺の端末だけ。マジか、本当にマジか、本当にマジかとしかもう言葉が出てこない。本当に90年やって SSR1 枚、結果 SSR1 枚だけで、それもかぶりなんで、マジか、本当にマジか、マジか。まあ、いきます、最後いきます、最後いきます。最後には本当にもうマジで本当にお願いします、マジで。なんだろう、 SS レアそのもの自体に物欲センサーが反応してるのかもしれない。お願いします。とりあえず100連という節目で動画にいいオチをください。いいオチ、いいオチじゃない、本当に今かなり泣いてるんですけど、何かいい結果をください、お願いします。最後いきます。これ100連目で切ったって、ちょ、何この今の波みたいな、めっちゃ落とされたよ俺は今までも。でこれでどうする、これで被ってたらそれはそれでもうなんか動画としてのオチだよそれは、本当に。まあ祈り届いたね。とりあえず誰だ、見ましょう。でも100連で SSR2 枚か、まあしょうがないか。いやちょっと1枚ずつこうやってめくっていくの楽しいな、 SSR 入れたら。いやーいよいよ次ですよ、いよいよ次ですよ、ほんと皆さん何当たっていくかみんなね予想しますか。俺僕の担当の子が来てくれたらもう跳ね上がって喜びますよ、ほんとに。渋谷凛ですよ僕の担当は。さあ誰でしょう、いきます。おお、いいか、持ってなかった城ヶ崎リカですね、持ってなかった。あ、これ普通に嬉しい。で、さくらちゃんで、はるなちゃん、オッケー。で、ことでとりあえずうわあ、最後の最後にリカちゃん来てくれた。かぶりじゃなくてよかった。
はい、ということで、今回100連した結果なんですけど、SSR2 枚、ということで、今回、リカちゃんと、ミクニャンが当たりましたと。で、ちょっとこの結果じゃ終われないなと思うので、ちょっとまあ別日に機会を伺いながら、お金とかの手段とかどうかとかね、伺いながら、ちょっと、まあ次どう、まあ、またシンデレラフェスやりたいなと思います。以上が、今回、シンデレラフェス100連してみたでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。